宮城佐藤正春選手です。準決勝は先行作でした。ご自身ではいかがでしたか？そうですね。あの後ろが競りだったんで、ちょっとあの組み立てづらい部分もありましたけど、あの一生懸命先行しました。今シリーズは優勝するというコメントも出ていましたが、2日間の手応えいかがでしょう？そうですね。来季 s 級なんであのそれに向けてあの弾みをつけたいと思ったので、あの優勝できれば弾みがつくと思ったんで優勝したいですね。 決勝はどう戦いますかえーと北日本3人いるんですけどあの先輩の宇佐美さんが自力を出したいということなんであので年下なんですけどその宇佐美さんの番手を回らせてもらいますご自身番手戦というのはい A 級でも S 級でもあの何度も経験しているんであので問題ないと思いますでは最後優勝に向けて意気込みお願い,します、えー、いつも応援ありがとうございますここで優勝して来季 S 級に向けて頑張っていきたいと思います応援してください